山田宗主義から1618年3月16日は、戦国時代の武将、尾張国出身、阿波人浮主、名は、八郎衛門。息子は、将軍家より感情を賜った、阿波七官長の一人である、山田宗と、天文七年、尾張国山田軍の武士、山田孫衛門総順の次男として生まれる。本生は、立花の死で、 演奏は、左大臣立花処刑のため、家門は、丸に、立花を用いた。父、山田総順は、織田信長に仕え、宗重も信長に仕えて、たびたび軍港をなす。天正四年、信長が、大見安土に城を築き、元織を安土城に移したため、山田宗重も父、ニ井ラと共に、これに従って、大見国八万山へ住居を移した。 天正十年六月二日、本能寺の変で、明智光秀が信長を襲撃したとき、宗重の兄、山田紀平総春は、大見長浜城を守備していたが、総春は光秀に招かれ、山本山城主、厚地貞行、山岡自衛門、不和七蔵、宝仙坊らと共に、光秀に協力する旨を神前に誓い、神髄を飲んだ。そのため、橋場秀吉は、 山田宗春を、無本人として聖伐した。山田宗重は兄、宗春の没後、八須賀正勝に仕えて、静、山高、北総の白攻め、泉州岸和田攻め、日向高鍋城攻め、曹州小田原攻め、朝鮮聖伐、関ヶ原合戦などに従軍。特に、岸和田城の合戦では軍港を著しく八須賀、正勝より、 朱塗りの柄の槍を交渉として賜った。天正十三年、八チ家家政が、阿波国へ入ると、宗重も、家臣として、これに付き従ったが、この時、ひとしうきしゅ、ひとしさらが、八チス氏の入り漁に反対して、ひと歌に一揆を起こした。山田宗重は、ひとしさかいいを打ってこの動乱を鎮圧したため、その功を称せられ神う谷にと、 アラデニアの領地を賜った。宗重は、神武器代として、治行後宣国を有し、後は職に居城を移す。晩年は隠居して、三阿輝と合し啓発して、古相と名乗った。大阪の神では、隠居のみであったので長男、山田宗とを使わし、自らは本船に参陣しなかったが、藩主の信頼厚く国元淡国で、留守居役を務めた。 元在4年2月20日没、去年81歳。墓は、徳島県徳島下家六町の上六寺にある。ありがとうございます。